決めていきましょう。まず立ち上がりから中田の投球振り返っていきます。ランナー1人出しますが北条空振り三振、それから、まあ、ランナーその後盗塁士があって糸井もセカンドゴロに打ち取りました。1回はまず無失点のスタートになりました。そして2回です、ワンアウト2塁から高山を見逃す三振、それから鳥谷も空振り三振。まあ、とにかく、まあ、ボールがフォアボールフォアボールって回らなかったですね。そうですね、今日は本当にまとまってたっていうかね、今年のスタイルというか、はい、大体この3試合似たような感じで、はい、もう本当に暴れてないというかね、感じですもんね、はい。まあ、ただ唯一ここですね。そうですね、でもこれは打った方も新井君が素晴らしいんですよ。結構低いボールでしたね。そうですね、そんなにこう甘い球じゃなかったと思うので、はい、新井亮太の右中間ホームランテラスのツーランホームランが5回になりました。ただその後7回100球まで投げて、最後も1人ランナー許しましたがゼロに抑えました。そして2人目岩崎翔、岩崎はどうでしたか。いやもう完璧じゃないですか。もうこのまんまねもうシーズン入っていいと思うし、多分あのスアレス選手の代わりだと思うんですよね、なのですごいこうピンチで出番来ると思うんですけど、まあ、彼らがやってくれるでしょう、はいはい、今日も、ね、1点差のなんかシュンってみたいな感じで見事でした。荒木、糸原、原口と打ち取りました。そして最後締めたのは沢畑。最後あの梅野の柔軟球からちょっと出ばれた格好になりましたが、はい、あれはどういうふうに評価したいですか。いやあれはもうあのこのストレートどれぐらい走ってるかだと思うんですよね、でもあまりにも前に飛ばないので、もうフォークでいけみたいな感じだったんですね。さあそしてバットの方ではこの鶴岡、まあ、ランナー置いた場合で唯一打ったのがこの鶴岡だけでしたが、2本のタイムリーヒット、もう一つはタイムリースリーベースにもなりました。まあ、バット、それから守りにもアピールをした鶴岡です。タイガースの方を振り返ります。タイガースはドラフト2ルーキー小野大輝でした。小野の方は改めてどんな印象だったでしょうか。いや、 やっぱりあの最初言ったように岸君みたいにこう、ゆったりとしたフォームなんですけど、ストレートのキレというか、そういうのはなんかあるんで、本当にこれからどんどん投げていってね、経験していくと楽しみなピッチャーになるのかなというのを感じますね、はい、2回に2アウト2塁1塁から鶴岡、それから明石にタイムリーヒットを打たれました。この辺はちょっとストレートばっかりにね。そうなんですよね、もっとしていた面がありましたが、フォークボール使った変化球、緩急を使ったらもっと違う展開になったのかなというのは感じますけどね、そして5番に入った原口、これは結構いい当たりでしたが、センターオーバーのツーベース、それから6回でもセンター前ヒットと、まあ、こちらは中に入ったボールを捉えました。2安打と、まあ、チームヒットがそこまで多くはなかった中で原口はしっかりと結果を出してまいりました。